いやー疲れた。ちょっと見てこの汗。頑張ったね。やばくない？わかるかな汗。わかんないかな。めちゃめちゃ頑張ってるよ最近。にしても胸がないな。うるさいな。男や俺の方があるわ多分胸。それは違う。おデブだから。で、まあ今日もビール飲んでいきたいと思います。何日目？もうしばらく感覚空いてたらさ。そうなんだよね。何日目だっけかな。7とか7だか8だか結構やったね。ちょっとないからだった気がする。多分ね、一人でも飲めばいいじゃん。いや飲めばいいんだけど、だって残っちゃったらさ。まあもったいない。もったいないじゃん。捨てるんだったらっていうね。そうそう、だったら飲んでもらった方がいいじゃん。もったいない。高いしね、ビール、うん、今日はこちら。高かったよ。キリン一番搾り。これって高いよね。高い。スーパードライより高い。ちょい高いだった気がする。おお、うん。俺飲んだ時ないな、キリン一番搾り。あ、まあ居酒屋とか、うん、温泉とかで、まあ生ビール来た時は飲むけど、うん、そう、めちゃめちゃ高かったの。自分で買って飲んだ時ないわ、カンカン。やっぱさ、美味しいのかな。まあ、なんか結構 CM とかでやるよね。あ、やるやる。キリン一番搾りって、うん、やるよね。やるね。だから、あのめちゃめちゃ美味しいんじゃないかって思って買ってきた。ちょっと高かったんだけどね。まあいいや、じゃあ早速開けていきます。200円超えだよね。そうなんだよ、ね、高いんだよね。じゃあいただきます。あーダメだわ。ダメだ。うん、今日のつまみは新ポテト。何それ、聞いた時ないよ。なんか私も最近、うん、見つけて買ったんだよ。それなんかジップロックっていうか。そうそうそう、これすごくない？敷けないようになってんだ。そう、だからいいなと思って。すげえ。で、めちゃめちゃうまいんだよ。へえ。私今ハマってるよこれ。運動してもそんなの食ってたら意味ねえな。え、食べてみて。美味しいよ。うん、まあうまい。うまいよね。まあうまいけど。あのさ、このひまわり油って聞いたことあるんだけどさ、うん、これっていいやつだっけ？ひまわり油って体に、まあ油の中でいい方だよね。だよね。うん、そう。しげえだ。あのちょっと待って、ポテトの動画になってないから。違う違う、ビールビール、うん、どうだったの感想は。一番搾りダメだった。なんかやっぱスーパードライもそうだったんだけど、うん、スーパードライよりもちょっとつらい。つらい。え、マジ？うん、飲んでみる？ね、初めてのあれじゃん。あ、苦手だ俺。なんか違うよね。うん、俺も苦手かもしれん。まだスーパードライの方がいける。これしかなかったら飲むけど、好んでは飲めないな、うん、俺は。あ、いやでもポテトうまいわ。もう一回飲めよ。一緒に、一緒にね、つまみと一緒に。あれ中に、なんだっけ、一番今のところ好きなビールはなんだっけ。かエビスじゃなかったっけ。エビスだっけ、うん、エビスは、まあ、飲みやすいんだよね、ビールのが今のところ。そう、飲みやすかった。で、スーパードライが一番辛くて、うん、で、それをちょい超え、スーパードライが苦手。超えた、うん。で、やっぱ、多分ね、ビール好きな人よりも全くビールを飲まない人の方が分かるよね、味が。そう、うわこれダメだとか。あのね、なんか違うんだよね、どれも味が。ちょっとやっぱ違うよね。うん、全然違うよ。ちょっと違くて、それの中でも結構な癖があるという、なんというか。まあ私は飲めなかった。高いな。でもそれか、スーパードライより高いんだもんね、それ。うん、高い。まあ店によるのかもしれんけど。うん、あ、サムネ撮ろう。サムネなんかポーズしてよ。サムネ撮んないとじゃない、うん、違う。それポテトのサムネ撮ってるから。
で、ビール、うん、はい、なんか違くない？なんか普通じゃない？ちょっと女性を生かしてさ、違う、それなんか格闘技やってそうだわ、マジで。何なんかちょっとセクシーな感じのがさ、釣れる。あどうなのこれ。なんかもっといろんなポーズある。胸の前に持ってくるとか、ビール、あ、胸挟んだら、挟むことねえけど、ねえよ。ダメだな、これダメだな。でもさっきのこれこれ誰殴りに行くの今から。ん、あの、頑張ってますよみたいな、頑張ってますよアピールアピールしちゃってる。はい、じゃあ終わり。